俺は常に契約を守る。貴様らには全員死んでもらう。俺のおもちゃを見つけたか。だがそう簡単に使えるとは思うなよ。おとなしく死ね。そう簡単には逃げられない。見つけたか。だが使うまで生き残れない。貴様らが俺にこうさせたんだ。よし、次はもっと危険なおもちゃが待っているぞ。見てみよう。貴様らが恐怖を感じるとクライアントが喜ぶ。怯えろ子供たち。別に全然構わない。任せろ、俺がすぐ終わらせてやる。死んだら貴様ら。いいぞ、やってみろ。貴様らにはまずい状況だぞ。仕事を終わらせたいなら自分でやらないとな。だろ？隠れても無駄だ。しまいにしろ抵抗するのはよせ。じゃあ終わらせよう。 警備員のカードキーは持ってっていいぞ。だがこれで終わりじゃん。はっはっ、寄生体がいるネメシス、ウイルスに感染したお前たち、そしてゾンビ、イカれた世界だ。はは、イカれてるが実に金になる。おしまいだ。抵抗するのはよせ。 お友達を連れてきた。仲良くやこの個体に乗り込んで相手をしてやる。 必ず見つけてやる。 必ず見つける。 必要なものは全部手に入った。 クライアントから生き残りが多すぎるとのクレームだ。これから方針を変える。 逃がしはせん。 焦るなよ。時間ならたっぷりある。本当だ。一体どういうことだ。なぜ貴様らまだ生きてる。ここに来てやったぞ。おとなしく死ね。貴様らを逃げるのは不可能だ。 するのはよせ。 無力なガキども、逃げないと死ぬぞ。みんなもっと急げ。子猫ですらお前たちをやれるぞ。ガキが俺を相手にしてこれ以上一体何ができる？